今回は松屋のチーズチミチュリハンバーグ定食ですね。こちらを食べていきたいと思いますね。これアルゼンチン発祥の料理らしいんですけど、どんなもんでしょうかね、これ。いや、この時点で美味しそうなんですけどね。まあ、油が結構すごいことになってますけど、こちらをですね、ご飯の上に乗っけてみますけどね。こちらをですね、特盛りご飯ですよね。こちらに、乗せましたと。やっぱりいいですね、これ。まず結構チーズの匂いもすごいんですけど、まあ、チミチュリっていうとあれですけどね、洋風な匂いがすごいですよね、これ。なんて表現したらいいですかね。でもデミグラス系みたいなあれですかね。ちょっとなかなか判断に迷うような匂いですけど。いや、この感じ見てくださいよ、これ。まだ結構熱々な感じなんですけど。ソースがまたこれ、結構、粗挽きというとあれですけどね、細かい感じで、あれですよね、まあ、玉ねぎかわからないですけど、結構具が入ってるって感じのソースですよね。おろし玉ねぎみたいな感じの食感ですかね。まあ、とりあえずこちらも切ってみたいと思うんですけど、どうですかね、こちら。結構特盛りなんで、ね、大きいんですけどね。早速こちら切ってきますかね。ハンバーグも切れるような感じで、ハンバーグがどんどんありますので、これをめがけて切っていきますね。こちらで切れましたね。もうさっきかけたばっかりなのに、下までちゃんと染み込んでますね、これ。いや、これは期待できますよ、この、いい感じですよね。この感じたまんないじゃないですかね。綺麗な断面ですし、美味しそうなソースが溶け込んでるって感じで、早速こちら。いただいちゃいますね。チーズチミチュリですからね。どんなもんでしょうかね。うん。あ、結構いいですね、これ。美味しいですね。結構スパイシーな味わいですね、これ。意外とですね。メキシカンとかそっちに近いですかね。いや、アルゼンチンなんでちょっと想定外だったんですけど、南米系って感じですよね、味としてはですね。いや、結構スパイシーな感じでいいですね、これ。それこそチリソース系みたいな感じですかね。で、しょっぱさと酸っぱさと、まあ、辛さがあるっていうところで、結構刺激的な味わいですね、これ。でもこのチーズも結構いいアクセントになってますね、やっぱり。ちょっと初め辛いかなと思ったんですけど、チーズで包み込んでくれるんで、チーズ足すのもいいですね、これ。ちょっと落ちたご飯も拾いつつですね。危ないですね。でもやっぱ食べ応えありますね、これ。かなりの量ですよね、特盛りなんでですね。でもこのソースがご飯全体に染み込んでるんで、またいい感じですよね。やっぱたまんないですよ、これ。やっぱ辛いんですけどね、ちょっと辛いのが苦手だとあれかもしれないですけどね。辛じょっぱ酸っぱいみたいな感じの、結構舌に刺激がある味ですからね。まあ、ちょっと好みが分かれるかもしれないですけど、暑くなってきたこの時期にいいかもしれないですね、これ。かなり刺激的な味ですからね。まあ、ちょっと好みが分かれると思いますけどね。でもアルゼンチンの方はこういうの食べてるんですね。この辛くてしょっぱくて酸っぱいって感じですからね。いや、かなり味が強いんで、ご飯が進みますね、本当に。
うん、まあ、ちょっとあの味が強すぎるかもしれないですね、これ。結構人を選ぶような味ですね、これ。美味しいっちゃ美味しいんですけど、ジャンク感が抜けないんですよね、どうしても。かなりジャンキーな味になっちゃってるんで、これはちょっと人を選びますね。うん、まあそういう意味でも値段は高くなるんですけど、チーズ入れたら結構マイルドになるんでいいと思いますね、これ。チーズなかったら結構あのトゲのある味かもしれないですね。うん、結構想像と違う味だったんで、思ったより刺激が強かったんですからね。うん、やっぱりこういう食べ物があるんだなっていうところで世界旅行して気分になりますね。まあ、そもそもアルゼンチン料理ってどこで食べるんだって話ですからね。日本では食べれますかね。うん、本当に松屋でこれが売ってなかったら一生食べることない料理かもしれないですね、これもですね。うん、いやでもやっぱハンバーグは正義ですね。ハンバーグは本当にどんな味も包み込むって感じですよ。まあ、ハンバーグとチーズですね、やっぱり相性はですね。でこのソースですよね、アルゼンチン風っていうところでいろんな味が楽しめていいですね。うん、まあそれにも若干くどいような味なんでちょっと人を選びますね、これ。味が強すぎる感じなんでちょっと難しいですね。うん、美味しいかって言われると微妙な感じなんですよね。もっと美味しいものがあるんでですね。うん、まあ怖いもの見せたら食べてみてもいいかもしれないですけど、ハマる人はハマると思いますね、味が強いんでですね。うん、まあこういう機会がなきゃ食べることもなかったんでいいんじゃないですかね。うん、これはこれでありってところでいいんじゃないですかね。本日はこの松屋のアルゼンチンチーズチミチュギハンバーグ定食をいただきました。ご視聴ありがとうございました。